母親からお土産をもらってきてさ、はい、ヤクってさ、わかる？わかるよ。でっかいなんか牛みたいな、ヤギみたいな動物がいるんだけど、うん、そういう平原にいる動物のヤクの乳で作ったキャラメルみたいな、ほう、これお土産なんで。どういう、いただきます、はいね、ありがとうございます。別にそんなになんか強烈そうでもない。いや、これね、そう、本当に全然。なんていう商品名を。それがさ、うん、読めないのよ。これヤク？ヤクをそもそもヤクって言うのかもわかんないし、ね、うん、そうだね。モンゴル語ってこういうさ、文字なの？そう、キリル文字みたいな。へぇ、あ、そうなんだ。そうそうそう、やっぱもう上がロシアだから、ロシア語っぽいよね。うそうそうそう、なんかね、現地もね、30代だか40代ぐらいよりも上の人は、うん、みんなロシア語も喋るんだって、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、これだけ違くね？ね、なんか違う言語っぽくない？あ、それね、筆で書くとそうなるのよ。縦書きなの？その縦書きもあって、え、そのブロック体のキリル文字を、うん、その書道みたいにして書くとそういう感じになる。一瞬日本語みたいな。確かに確かに、なんかちょっと漢字とかっぽい雰囲気ある、うんうん、いただいてみますか。うん、こんな感じですね。ぜひ。でもなんかね、いわゆるキャラメルよりなんか乾いてない？そうだね、匂いはキャラメル。匂いはキャラメル、うん、いただきます。ありがとうございます。うん、落眼って、なんつうんだろう、うん、ちょっとなんかボロボロってなる感じがあるね、うんうん、グニューって感じではないね、うん、なんか俺、油を感じる、なんかラードを感じる、うん、動物性油を感じるんだけど、わ、うんうん、かるわかる。いや、そうなんだね、ミルクだし、うん、多いのかもね、脂肪分がね、うんうん、え、でも美味しいわ。美味しいよね。美味しい。これ何？まあ、キャラメル似てなくはないけど、なんか食感結構違うよね。違うね、全然こう噛んでさ、うん、歯に挟まるような感じじゃないよね、うん、砂糖をギュッて固めたみたいな感じをね、うん、噛むとこうボロボロってなるっていうか、うんうんうん、でも味はキャラメルっぽいみたいなね、うん、でも美味しいね。美味しいよね、うん、俺もなんかもっとさ、ヤギ乳とかさ結構癖あるからさ、うん、そういう感じなのかと思ってたんだけど、うん、来てないわね、うん、全然ない、全然ね、いい、普通に、うん、何の違和感もない、うん、濃厚っていうかなんかクリーミー、うんっていうかね、脂っぽい、確かに感じするよね、うん、あ、ミルキー雰囲気似てるかもね、味の雰囲気は。確かに確かに、めっちゃさ、濃厚じゃない？うん、確かにね、乳脂肪分高そうというか、うんうん、そうだね、なんか、うんうん、そういうアイスを食べた後味を感じる、うんうん、野生を感じるよね、なんか、うん、素材のまま感が結構ある、うん、すごい残る、うんうん、分かる分かる、動物の感じが残るよね。そう、うん、でもなんか好きそうじゃない？そうでもない？ちょっと油が多いかな、うん、あ、もうちょっと油ない感じのミルク感がある方が、うん、そうだね、うんうんうん、でも美味しいですね、うんうん、でも舐めればいいのか噛めばいいのか分かんないよね、あんまり。そうだね、どっちなんだろうね、うん、正解は。いろんなとこだよね、うん、確かに舐めててもあんま変わんないからね、うん、そうだね、確かに。なんかちょっと珪藻土みたいな、あの触った感じ。食感ね、確かに。そう、うん、中にさ、気泡がいっぱいありそうじゃないですか。確かに確かに、うん、確かに。